エピソードを選びましょう。キリア先生、一体何が始まるんですか？お前たちには聞こえないのか。この島の切り札、最強の破壊神の帯同が。破壊神？おい、なんだこのとんでもない気は。バカだ、妖魔以上の奴が現れるというのか。あれは。さあ、最後の戦いの始まりだ。そんな、まさか。あれは。イエイ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 。エルマで盛り上がってますか。お姉ちゃん、またまた生き返っちゃいました。はあ、すごいよ、行っちゃってるよ。お姉ちゃん、エルマで、ヘイカモン。みたいになってるのよ。ブチャヘンザ、ブチャヘンザ、さあみんなで一緒にブチャヘンザ、エヴバディ、サワゲー。何が出てきても恐れることはないと言いましたが、これはちょっと。いや、そのちょっと恐怖を覚えたんだが。ヨウヨウ、お姉ちゃん、命運さんに頼まれたのよ。みんなの力を確かめてほしいって。で、このイケイケマシーンに登場、登場。だったらやるしかないってことか。考え方を変えるんだ。真と戦うことを考えれば、あのロボットだって欲乗り縦乗り何でもあり。ホットなサウンド楽しんだもん勝ち。本気で来なきゃ即勝点。やりにくいですね、やっぱり。そうだな。みんなしっかりして、命運さんに私たちの力を見せないと。イエイイエイイエイ、盛り上がってきたところで行ってみようか。 DJ リョウキオンザフロー、ドロップイット。どれにいたしますか。どれにいたしましょう。参ります。見かけはふざけているが、すごい力だぞ。
このロボ、命運さんが切り札っていうだけあるね。やってやるぜ、エルバでスクリーム。しかし命運はなんでこんなロボを用意しておいたんだ。レグストラック、レディゴー。切り札と言っていましたが、考えている暇があったら戦え。押されているぞ。レッツパーティー、ハI'm
友達は大丈夫かい？それではお姉ちゃんは帰りますね。大丈夫、またきっと会えるから。うん、待ってるからね、お姉ちゃん。正義の名の下、そうだな、お前たちの力は分かった。この島から出ていくがいい。もしかしたら真に一矢報いることができるかもしれん。どこまでも熱く強いお前たちなら。メウンさん、あなたも一緒に行きませんか、島の外に。そうだ、私たちと共に真と戦おう。真の怖さを知っているあなただからこそできることがあると思うのです。いや、私はこの島に残る。どうしてですか？この島の封印を維持しておかないとならないからな。真との戦いが始まった時、ここを一般人の避難場所として解放するために。お前たちが真と心置きなく戦えるように、せめてもの後方支援と思ってくれ。それがあなたなりの戦いということか。分かった、感謝する。いや、礼を言うのは私の方だ。お前たちのおかげで忍びの矜持を捨てずに済んだ。本当にありがとう。さあ行くがいい。戦いの待つ未来へ、忍びとしての明日へ。これでようやく島から出られるというわけだ。なんかそう思うと気が抜けるな。どうしたの、ユミちゃん。島から出られるようになったのなら。いえ、何でもありません。気にしないでください。もうそこまで言ったのなら話してよ。せっかくこんな素敵な島に来たわけですよね。うん。忍びの任務関係なくみんなで集まるなんてそうそうないことですよね。うん、まあそうだね。なのにウォーターガンでしか遊んでないですし。ああそういうことね、ユミちゃん遊び足りないんだ。いえ、そんな決してそういうわけではないのですが。ユミちゃん、考えてることはみんな一緒だよ。ああ時間があるならもう少しこの島で遊んでから帰るとするか。遊ぶ体力ならまだまだ残っているしな。いいですか、キリア先生、バッチャン。
ああ、今日ぐらいは好きにするといい。島から出れば忍びとしての戦いが始まるしの。楽しめるときは思い切り楽しむことじゃ。それじゃあ、みんな遊ぼう。日が暮れるまで。よし、アスカ。ならばスイカ割りで勝負と行こうじゃないか。いや、その前に砂浜まで競争だ。ユミとミヤビもだぞ。ほら、よーい、ドン。あ、ずるいよ、ホムラちゃん。こっちはまだ準備が。もう勝負は始まっていますよ、アスカさん。お先に。あ、みんなまで。もう待ってよ。
鈴音先生、冬服を用意してくれたんだ。異常気象は終わったということだな。でもなんだかはしゃぎすぎちゃったね。まあたまにはいいだろう。思い切り遊ぶのも。うん、ただし、ただし慣れ合うのはこれで終わり。こうやって遊んだ後は、遊んだ後はゆっくりお風呂だね。違う。じゃあご飯？それも違う。ちょっと早いけどもう寝ちゃう？小学生か。ほんと、ホムラちゃんのツッコミって最高だね。いや、お前のボケがいいからだ。こんな風に息が合うのって何度も戦ってきたからだよね。ああ、そうだ、これからも私とお前は戦う運命だ。命を懸けてな。うん、分かってる。私が忍びの道を進む限り、ホムラちゃんとの戦いはずっとずっと続く。どちらかの命が尽きるまで。なんだか悲しくて厳しい話なんだけど、それでも私はホムラちゃんと戦えるのが嬉しくて、すっごく楽しみなんだ。